娘も離婚も浮気も全部偽物の記憶で夢のようなものなんです。あなたは何者かに利用されて政府関係者にゴーストハックを仕掛けてたんですよ。そんな、まさか。あんたのアパートに行ってきたんだ。誰もいやしない一人者の部屋だ。だからあの部屋は別居のために借りたアパートで。あんたはあの部屋でもう10年も暮らしてるんだよ。奥さんも子供もいやしない。あんたの頭の中にだけ存在する家族なんだ。ご覧なさい、あなたが同僚に見せようとした写真だ。誰が写ってます？確かに写ってたんだ、俺の娘。まるで天使みたいに笑って。その娘さんの名前は？奥さんとはいつどこで知り合い、何年前に結婚しました？そこに写ってるのは誰と誰です？その嘘夢どうやったら消せるんです？残念ながら現在の技術では成功が2例報告されているだけでとてもお勧めできません。お気の毒です。